環境に優しい電動バイクで世界を回るというチャレンジ精神、フェイストゥーフェイスのコミュニケーション、地球環境のシンボルともいえる巨木の姿を広く紹介することで環境問題を訴求するというコンセプトで企画された藤原寛一、ひろこ夫妻の世界一周旅行。アメリカ横断を終え、2人は次なるステージ、オーストラリアへやってきました。電動バイクで出発する前に2人はちょっと観光に出かけました。ここに牛を呼びます。カンガルーやコアラ、タスマニアンデビルなどと出会い、オーストラリアらしさを満喫したようです。これがタスマニアンデビルです。デビルなのにはしゃぎ回ってます。耳が真っ赤だね。そしていよいよ出発の朝。今日は11月19日金曜日、現在10時半です。パースです。パースです。これからオーストラリア横断の旅が、ここからスタート、今日からスタートします。はい、背中に10匹ぐらい止まってます。嘘やだ、はい、しょうがないですね。これがオーストラリアです。暑さとハエと戦いながら一つ目の巨木の元へとやってきました。はい、ここはウェストオーストラリアの、南にあるウォーレンナショナルパークです。ここにはカリーの巨木がたくさんあります。そして、ここにあるんですけども、こんな感じでなんと登れる木があるんです。高さなんか60メートル以上あるみたいなんですけれども、この木登りに、挑戦したいと思います。高所恐怖症なんですけれども、高いところが大好きなんで、とりあえず上まで行けるか分かりませんが、挑戦したいと思います。行ってきます。さっさー頑張ってね。はい、ついに一番上まで来ました。かなり疲れます。怖いのと疲れるので、結構大変です。ここから見る風景は、こんな感じです。ちょっと天気があいにくなんですけれども、周りが、はい、見えています。そこにこうちっちゃく、これが人です。もう一つベンパートンという町の外れに登れる木があるんですけども、こっちの方がなんか結構垂直に杭が打ってありますね。行ってきます。登り、こっちの方がちょっと大変かも。もうどこにいるか分かりません。いた。あー、手振ってるの見えるかな。
母ちゃん。木の上からカンちゃんが降りてきております。お疲れ。疲れました。楽しかった？やっぱ地上はいいですね。上ね、結構風があるんだけど揺れないんだよね。すごいね、この木ね、うん、そんなに太くないのに結構揺れなくてすごい丈夫、うん、強い木だね、うん、気持ちよかった。天気もいいし、なかなか最高でした。はい、イエーイ。登れる巨木を満喫した2人は次なる目的地へとバイクを進めます。すごい急なアップダウンがずっと続いています。パストルのバッテリーもちょっと消耗が激しいんでちょっと心配です。しかし周りはとても静かです。聞こえるのは鳥の声だけです。あとハエ、ハエとプーン、ハエも多いです。どこへ行ってもハエとは切っても切れない縁のようですね。はい、これからトップツリーウォークを歩きたいと思います。ですね、地上40メートルぐらいのところをずっと歩道が続いていて、巨木を上の方から見えるという、ところです。それでは行ってみたいと思います。すごいね。ね、木の上の方が今新芽がこういっぱい出てきて、下からじゃよくわかんないけどね。揺れてます。さて、オーストラリアの旅を始めて間もない2人、実はすでにこんなところに登場していました。この前ちょっと実は取材を受けまして、その記事が載ったらここに載ってました。じゃん、わお、バッチリ載ってますね。一緒に見えてるのがパースの街です。今日は11月30日、アルバニーという、町に昨日到着しました。はい、パスを19日に出発をして、ちょっと南下をしてきています。まあ、これからアルバニーからは10日ぐらいでナーゴの入り口のノースマンという町に着く予定です。でその後に、まあ、今回の旅の最大の難所と言えるであろうナラボー平原が待っています。はじめはなんか180キロぐらい何もないところが3カ所ぐらいだと思ったんですけども、途中1カ所にちょっとスタンドはないようなんですけども、人が住んでるちょっとポイントがあるようなんで、そこでちょっと充電もできそうなんで、最大の難関は2箇所という感じですね。多分、はい、多分行ってみないと分かんないですけど、こんな感じで、順調に、オーストラリアの旅も始まりました。まだ始まったばっかなんでね、まだオーストラリアもいろいろ発見がたくさんあって、分からないこともたくさんあるんですけども、楽しみながら、天気バイクの旅を続けています。はい、それじゃあまた。